クカモンガバレーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のロサンゼルスと、サンバーナーディーの郡、リバーサイド郡にある、サンバーナーディーの都市圏との間にある地域である。ポモナバレーの東にあり、アメリカブドウ生産地域に指定された、クカモンガバレー場があることで主要なワイン生産地となっている。クカモンガバレーは、インランドエンパイアに属している。クカモンガバレーの人口動態は近年変化を、 見せている。かつてはヨーロッパ系のアメリカ人の比率が高かったが、近年は減少傾向にあり、変わってヒスパニックやアフリカ系アメリカ人の比率が高まっている。南カリフォルニアの他地域とは異なり、アジア系アメリカ人の比率はまだそれほど高くないが、着実に増加しつつある。乱直家門菓子では住民の10%以上を アジア系アメリカ人が占めており、クカモンガバレーの都市では、最も高い。クカモンガバレーとポモナバレーの景観、ポモナ市のダイヤモンドランチ高校から、撮影メトロリンクのサンバーナーディーの線と、リバーサイド線がクカモンガバレーを通っている。両線は、東側終着駅の名前を取って名付けられており、西側の終着駅はどちらも、ロサンゼルスのユニオン駅になっている。 クカモンガバレーを東西方向に走る高速道路としては北からカリフォルニア州道210号線、週刊高速道路1 5号線およびカリフォルニア州道60号線となっている。南北方向に走る高速道路は週刊高速道路15号線だけである。歴史あるアメリカ国道66号線は現在フットヒルブールバードとして東西方向に走っている。 その他主要な平面道路としては、東西方向のベースライン道路、アロールート、4番通り、サンバー,ナーディーノアベニュー、バレーブールバード、南北方向には、アーチボルドアベニュー、シェラアベニュー、リバーサイドアベニューがある。ありがとうございます。